独立行政法人国立病院機構南九州病院は独立行政法人国立病院機構が運営する医療機関であり、鹿児島県姶良市に位置する病院。肺がん、慢性呼吸不全等を中心とした呼吸器疾患の診療における南九州地域の中核施設としての役割を担っている。鹿児島県内における結核診療の最終拠点病院としての役割を になっている。多剤体性結核患者専用病棟を有し、エイズを併発した、結核患者の診療協力病院になっている。ALS、パーキンソン病棟の神経難病及び、スジジストルフィー診療において、鹿児島県の基幹施設としての役割を担っている。厚生労働省の省に、慢性疾患地方基幹施設になっている。脳性麻痺児の早期診断。 早期治療を推進している。重症心身障害児及び発達障害児の療育専門病棟135床を有し、入院中の学童時には隣接する県立家事キ用語学校と協力して教育に当たっている。遺伝カウンセリングも行っている。遠隔外略図。ありがとうございます。